勃起さん。ネタはいつもハゲばかり、五十肩がつらい毎日、毎日毎日うざいポストをするパッキポッキです。はい、パッキポッキです。今日も一日お疲れ様です。はい、お疲れ様です。今日は木曜日ということで、私休み明け一発目ドカンということなんでございますが、いかがお過ごしでしょうか。皆さんは週半ば折り返しましたということでですね、今日木曜日終わったんではなかろうかとは思うんですけど、あと1日頑張ればまた土日がやってくるって感じですかね。さて、昨日はまっぱれで、今日もまっぱれっていうことで、感じじゃないですか。めちゃめちゃいい感じですよね。なんか、天気がいい、天気がいいということで、私のこちらの方面もまっぱれですね。もう過ごしやすい感じの気温になってます。はい、ただいまの時刻7時45分回っておりますけど、やっぱこのぐらいの時間もすごくちょうど気持ちいい感じですかね。で、朝ですね、何時ぐらいかな、大体あの短パンと T シャツで、まあまだ暑いということで、ね、寝る前はその中で寝るんですよね。で、目覚ましもちろんかけますけど、なんかその前に、何時ぐらいやろか。やっぱこう、気温が多分一番下がる時なんでしょうね。まあ朝方と思います。はい。その時、目覚めてます。じじいやん。めっちゃじじいやんとか思うんですけどね。で、その時に、ちょっとこう、おしっこ行きたいなーとかってね、そんな感じで、思って、起きます、はい、で、そっからまた寝てしもうったら、この起きるのが大変だぜっていう感じなんですけどね。いやー、年は取りたくないもんですね。そんな感じで思いますが、皆さんは朝事情どうですか。はい、知るかってね。はい。あの、吉野さん結構朝早く、起きてるっていうのもなんかよくわかる気がしますよ。あの人はもうね、どうなんやろ、やっぱずっと寝てる人なんかな、なんか常になんか動いてるような感じがしますよね。私もなんかね、結構夜を、なんて、なんか夜ね、朝結構ずーっと寝たい派なんですけど、最近目が覚めますね。一日寝とけって言ったら寝てる人やったんですけど、最近目覚めてますね。で、なんか寝すぎたりとか、ずーっと一日横になっとったりしたら、もう、って声でもなるようになりましたね。昔も、ああ、やれたー、体が、とかっていうのあったんですけど、それでもすぐ回復してたのが、今もう回復しませんもん。あいてて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 てって感じやもんな、やっぱな。それはありますよね。さて、また今週というか、始まりましたですね。なんかな、体が、まだだいぶ過ごしやすくはなってきたからですね、いいんですけど、なんかなとかと思います。まあ秋ということで、食欲の秋という風になってきますので、結構芋の限定商品のやつがなんかね、出回っておりますけど、ちょっと前に誰やったかな、花輪さんやったかな、何でしたっけ、パムとかっていう、あの人、寺尾さんとか、寺尾家だったけど、曇りガラスの向こうはって歌う人、古いですかね。はい。歌を歌う人が宣伝してたじゃないですか、アイスクリーム。ね。それの限定で、安納芋味っていいんですかね。はい。っていうのがなんか出て、どこにも売ってないとかって言ってね、言われてありましたですけど、あれもなんか、うまいらしいですね。箱で買うんですね。なんか、あれ、個別売ってませんでしたっけ。そんなにうまいやーとか、なんかあんまりそういうのないですよね。なんかこう、スイーツをこう食べるっていうか、まあ、出されたら食べるけどって感じで、いや、もう食べてダメとかっていうのはないですね。和歌山の兄貴がスイーツ好きでから、昨日、今日、
もうなんかあげてましたよね、なんかいただき物とかって言ってましたけど、絶対糖尿病になるよねとかでいつも思います。ゴリさんも好きよね、ちょっとマッサさんも好きよね、ちょっとみんな好きね、スイーツね。なんかもう生クリームがブルブルだったらダメって感じですもん。昔は結構うまそうとか言って食べてましたけど、最近ないね、なんかそんな感じなジジイのパキポキでございます。はい、じゃあこの続きはまた後で。パキポキさんのぼやき続きですということで、昨日はもう前倒ししてサクッとぼやき終わっておりますけど、今日は逆に、休み明けということなので、もうほにゃーって感じでお送りいたしますねという感じなんですけど、昨日は一日お休みいただきまして、もう大体お休みの時のルーティンっていうのは、もうとっととポストはいつもの定番のやつを終わらせてしまって、で、あとは、もうゆっくりっていう感じで、昨日は福岡は西区ですね。福岡市西区。エフェクトさんっていう植物屋さんに行ったんですけど、敷地内にもちょっと梅の花とかって言ってね、あれは何料亭なんていうと、あれはなんかちょっと飲食店があるんですけど、その隣にあるんですけど、あそこは元、あれじゃなかったんかな。なんか式場かなんかはなかったのかなと思ってですね、まあ私がかれこれ何十年前でしょうか、食品の卸の仕事をしてる時、まああそこよう走ってましたよ。あのエリアが配達エリアだったので、よーく道は通って行ってましたね。あれがちょうどですね、エフェクトさんの近くで前原有料道路っていうのがありまして、唐津の方にね、つながってる、あれはもう都市高速でいいのかな、につながる、道のところにあるということで、隣にビッグモーターっていう大きな中古屋さんですかね、中古車販売屋さんがあるんですけど、そこ行きまして、何坪ぐらいあるでしょうか、かなり広いです。この前の高島屋さんと比べたら、どんなもんですか、2倍ぐらいあるのかな、2.5 倍か2倍ぐらいある感じの敷地ですね。で、初めての初エフェクトさんということでですね、ちょっとゴリさんに会えるかもしれないなとかって思ってたんですけど、それはなく、平日にもかかわらず結構人多かったしね、ソーシャル ディスタンスをね、決め込んで、物色させてもらってたんですけど、いっぱいありますよ。普通の観葉植物からですね、やっぱ種類が多いですね。やっぱ北九州と違うなとかっていう感じがやっぱしてたんですけど、で、最初にパッと入って、アルコールして、胡蝶蘭とかそういうフラワーアレンジメントとかね、してるようなとこだとか、で、ちょっとまた外出て、多肉だとか、サボテンだとか、で、右手の方に行ったら蜂が上だったり、で、奥の方に行ったらシダケルとか、ビカクシダがずらーだったりとか、で、ちょっとこう、また店内の奥の方に行くと、今度はカキポ系だとか、アガベとか、ね、あとユーフォルビア系とか、すげえなーとか思いながら、で、外側ですかね、店舗の外側に、ドライガーデン風ということで、自由した、あれは何になるんだろうね、なんかリュウゼツラみたいなでっかいやつとかね、でもちゃんと売ってましたね、なんかでっかい、何号鉢っていうか知らないんですけど、もう手のひら大のアワベとか売ってましたよ、18万とかって書いてあるね、いいですね。この前、高島屋さんのところも言ったけど、最近大型のああいう、なんですか、庭にこう植えるとかっこいいねとかってね、一人なんかストーリーで上げられてましたですね、自分の家の敷地の一角をドライガーデン風にしてみましたって言って、方、ちょっと名前がちょっと忘れたんですけど、海の男っていう感じの人やったんですけど、オバティフォリアっていうんですか、なんかでかい
あれですか、アラビ。結構成長が早いって言ってね、なんか言われておりましたですけどね。かっこいいっすよね。と思います。ああいうこう、鼻っぽくパッとこう開くやつもあれば、その、ちょっと垂れてくる、ね、あの、流血卵みたいなアメリカのとか、ああいう感じのやつとかですね。まあ、ああいうのがこう、家でこう、あったりしたら、ほんとそこだけ、なんかちょっと、ね、アメリカーンっていうんですか、メキシカーンっていうんですか、よくわからんけど、はい。あ、カルフォルニアーって感じですか、ああ、わからんですけどね。皆さんね、やっぱドライガーデンがやっぱちょっと流行ると、やっぱそういったところの植物の値段も跳ね上がってくるんやなっていうのもわかりますし、バンキシャの吉野さんのお家に植えて、あの、オバティフォリアオルカっていうのがあるんですけど、くっそ高いですね。びっくりしましたよ。小株だけで、もう軽く3万超えするんですね。はーとか思ってですね。まあ、で、成長も早いから、立派になるでしょうしね。確かに、あの、流血卵ぐらいのペースでいったら、やっぱ、すごい大きくなるよね、とか、思いますもん。ネギみたいやったなのが、もういきなり立派になりますからね。うちのあの、流血卵も、朝のストーリーで見ていただければわかると思うんですけど、あれ、ほんとネギやったんですよ。ネギみたいな感じからスタートしたんですけど、早かったよ、あれ、あんだけなるのも。だから今年また来年にかけてまたこの 1.5 倍とかね2倍とかなってきたりしたらこーら早いわとかってやっぱ思いますもん。で根付くのが早いし頑丈、冬も越しましたもんね今年ね。全然いいみたいですよ。お庭が広い方はぜひね、そういった植物でドライガーデン始めてみませんかっていう感じですね。はい。まあ、ドライガーデンって言ったら、まあ、あの、タランホームさんですかね。あの方は、もうすごいかっこいいお庭作りをしてますんで、参考にしていただければいいんじゃないかなとかって思いました。さて、9月、もちもちなんかね、いろいろイベントがあるみたいですけど、もうほぼほぼストーリーで毎日のように、ね、あの皆さん宣伝してるみたいですけどね。まあ、吉野さんが北陸行って、どんな感じの成果を上げてくるか、すごく楽しみですね。まあ、有名人ですからですね。しばらく北海道も行くやないかっていう感じがするんですけどね。なんか全国区になってますね。吉野さんもですね。九州今夜ね。でもいずれ行くよ、みたいな感じで言ってましたけどね。もう残念ですけど、もう本当会えよね。もうあの人がぐでぐでにこう酔っ払ってから会えるのかもしれんなとか思ったりするんですけどね。まあ、その時があるのかなとか思いながら。だからね、結構福岡に行こう、ちょっと行こうかなと思っても、皆さん福岡市の方にやっぱり行きますからですね。やっぱこっちの北九州の方には絶対来られないでしょうからね。近いっちゃ近いですけどね、北九州の方が。ただまあ飛行機の中で行ったら、まあ福岡市の方がやっぱ近くなるのかなとか思うんですけどね。まあそんな感じで。さて、まあ、今週もまた私頑張ろうかと思います。一週間また乗り切るぜという感じで緑子を買いに行こうかと思っております。はい。それでは明日は金曜日ということで、あと一日頑張りましょうか。はい。あと一日頑張れば、お休みですね。ということで、頑張ってください。ということで今日はこんな感じで終わろうと思います。お疲れ様です。デニジー。Go.